皆さんこんにちは、ナナキでございます。さてさてレインボーシックスシージ、本日はクイックアンランクサバが育てていきましょう。よろしくどうぞ。さてめんどくせえめんどくせえ。人質がいるシチュエーションでは慎重で規律的なやり方は適しません。進めてもらって。敵が立てこもる民家に突入、迅速な強襲で人質を回収しなさい。人質回収か、めんどくさ。ブリーチングチャージを使えば素早く侵入できます。最優先すべきは人質の安全です。ブリーチングチャージで有利な状況を作れば敵の無力化と人質の確保も容易になる。アイアンサイトやね。しかも回収地点への移動中は人質を守りつつ現れた敵を排除しなさい。以上です。以上です。詳しく悪い。そう、耳かゆい。仕事の間。オッケー。敵部隊排除。オッケー。セットした。有刺鉄線を設置した。デバイスを使う。援護してくれ。ギリギリやったな今。あけおめ。爆弾が見つかった。おっす、どうもあけおめ。回復の状況がよく分かれへんくてさ。え、1年ぶりぐらいじゃん、言うて。そうだね、ちょうどそれぐらいかも。8ヶ月ぐらい結構シージも頑張ってて。あ、マジそんな続いてるんだ。最高ゴルニに行った。うーわー、ゴールド行った。結構頑張ってんで。うん、最高16キルだ。あー、持った時期って一番最初3人でやったやん。そうだね、うわめっちゃ夏いの持ってきたね。また動きをパッて見て、あ、うちこんなんやったよなーと思って、それを見とって、ああカエル懐かしいなーと思って、ああこんな声やったな2人と思ってなんだったわけ。そう、ほんとそれぐらいマジでもうね、関わりなかったからね、うん、でもさっき聞こえたのがなんかもう900人って言葉聞こえてマジでビビってるんだけど。ああ私なんか、うん、だから3年やで、もう配信。いやすげえな、もうマジで1000いくじゃん。行くんちゃうかな。だから言ってんねん、1000人超えて何がしたいって。収益化で年金払いたいじゃないですか。敵オペレーターが1人残っている。私の元相棒です。元だね。じゃあすよ、消えたもんこいつだって。パッて来てパッて消えるから、何やねんこいつってなるわけ。いやいやいや、なんなん、もう停滞しろよお前。いや、行ってくるよちゃんと。ちょっとそれは申し訳ないわ。寂しいやぞおい。皆様から見たらニューフェイスやと思うけど、チョコさんです。なあ、ケロケロケロピの状態。まあ、夏、いや、懐かしい。夏いそれ。ケロケロケロピの状態。久しぶりに聞いたそれ。私がほんまに配信始めて、またペンネって名前でやってる時があって、でその時におったほんまに初めてのフレンド。そうだね、このケロポンって名前になったのも多分ね。うん、うちが。そう、そうだね。え、待って、え、どう？七木呼びまだ慣れてないんじゃん。そう、俺も今なんて呼ぼうか迷った。別にメネシーでかもわんで。俺一瞬ちょっと迷った今。大丈夫。まだだって、多分もう、多分ナナギって出てこないわ、もうとっさに。ナナギはナナギさんになるんちゃう。いや、ほんとほんと、なんかもうベネイチっていう印象しかないもん。あ、そやろな。いや、こんなに下手やってんなと思って。だってうちのフィンカー凸 LMG 時代やん。あ、そうだね。君おったら、うん。カエルもいつの間にか10代じゃなくなったんだね。そうだね、もうね、手出しても大丈夫な年やん。いや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 、ダメっすよ。ダメ？おんの？おんな今いないっすね。で、昔さ、これ、まあ、言うけどさ、まあまああれやったよ、相思相愛やったよな。お互い顔大きいやったよな。覚えてる？いや、ちょやめて、それはずいよ。え、だってさ、でもお互い彼氏彼女おったんやん、その時点で。あ、そうだね。で、別れたら付き合おうぜみたいなのあったって。じゃあそれマジちょっと軽くはずいわ。手間だけ受けてね。オッケー。ほら、すげえない、うちこんなことすげえ、すげえない、うちこんなこと言うんやろ。もう報告めちゃめちゃしっかりやん。あ、なんか一部でしてるんだけど。あ、上カプカン引っかかった。テルガット、テルミ、ナイス。で、しがらに誰か入ってると思う。この冷蔵入ってピンとか入ってる。元気入っちゃった。うちはリージョンに託したのにリージョンの方は逃がしたんやな。今日はな、1万名声貯めて、うん、1匹だけゾフィアか火花どっちかを解放するっていうのが夢なんです。じゃあそろそろサッチャーと足だけじゃきつい。
確かにちょっとずるずるきついだってうちさすごいないサッチャーテレビで使われへんねんけどサッチャーできるようになったしドローンを使ってバルカイドもバンディも餅つくしちゃんとできるようになってあれから考えてみよう爆弾を発見しためちゃめちゃもうすげえ成長じゃないですかでカエルは私がほんまにシージ始めたての時におったんでシャープ1にいたんで1回目ぐらいから見てたけどひどかったよあれ見れるもんじゃなかった上から来てあっすごいナイフ船やえなんなんじゃあちゃんとこれから配信来て遊んでくれんのまあそうですね暇な時は全然来ますよ絶対嘘いやなんでなんで絶対嘘いやいやいや絶対そんなん言うて絶対来へんこいついやいやいやマジでほんと暇な時は来るよ言うねいや今暇じゃないからはいはいいやいやいやちょっと、ね、暇な時、はいはい、マジで暇な時はちゃんと配信やってたら来るから、はいはい、ちょっとやめてちょっとその対応は、はい、広いわ知ってる分かった分かったはいはいごきょっか暇だね開けたいなあ暇だ持ってなかったわやめてうちのカエルにいやいやいやカエルだけには手出すのうち許さんで、ね、足引っ張っちゃうんだよねもうそんな上手い人とやっちゃったらうちの食料やねんうわ怖っ非常食最近クイックリーンしてるねって言われたあクイックリーンって何言ってたんやけどうち何それどういうこと分かってへんねただ単に自分がポチポチ押してまうだけでそれが綺麗にクイックリーンで決まってんねんそんなことあるすげーって言われてんけどクイックリーンって何うお強っナイスおっざーいいんやで別にミラバンしてもどうせミラ持ってないからなはいあすんだかーいリロード8マガジン交換アイバーか突入まで10秒突入5秒前優しかった爆弾を見つ場所によるなこれで上下とか着てみうち抜けるかなもうあれ抜けへんけどあ本当にえこれふざけんなよいやおる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 びっくりした全然 M 合わへんかっためっちゃ飛んでたあいばかーあいた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 あいやほんまに腹立つうん設置するバカン解除を解除ディフューザーを守れ味方は残り1人だいやお前のエイム敵オペレーターはあと1人だ嬉しいですオッケー敵部隊を排除した高校卒業したあ、めっちゃしたよわ、え待って高校卒業したのがもうさあかんやん、犯罪やんあかんねん10代は犯罪爆弾を発見みんな覚えてね、10代は犯罪どこや下やあ下かほんやったら下からもできるカピタオかなのうんうつんよえつんよつんよモンスターゲットしたリロードするセーバーを起動する敵オペレーターはあと一人だあ待って一枚いってるちょっと暇で開けるわ目標やったよ一万一開けるそう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 オッケーじゃあムービー垂れ流そうムービーやったっけかなムービーなかったっけあれなんかなかったんけど爆弾が見つかった あ巻亀さんこんばんはあーここ負けたい準備よ